ジョナサン・パウエル、ジョナサン・パウエル、ジョナサン・パウエルは、イギリスのピアニスト、作曲家。18歳で、マイケル・フィニス・イーの、イングリッシュ・カントリー・チューンズの改訂校を、全曲演奏してから注目を浴び、フィニス・イー本人から、シュトラウス・ワルツの第一曲目を検定された。1910年代のロシアの音楽文化の分析で、ケンブリッジ大学の博士号を得ている。イアン・ペースやニコラス・ハチスほど、 フィニスイー演奏に頻繁に関わってはいないが、ピアノ競争曲第4番を演奏できる史上2人目のピアニストでもあり、2005年11月には全4巻36曲のベルディ編曲集を一晩で手掛け、強靭な体力を持つピアニストであることを証明した。近年では、ソラブジの中規模作品を次々と世界初演及び録音している。 オプス・クラビ・チェンバリス・ティ・クムの NY 初演は大成功に終わり、2005年の7月に行われたモンペリエのソラブジ古典で、ソナタ第1番、クリスターン、我が独演のための競奏曲、そして近景変奏曲からの抜粋を演奏した。作曲家としては、フィニスイーやソラブジ譲りのテクスチュアを駆使しており、ピアノ独奏のための恐るべき街の眠り、弦楽師重奏曲、 第2番、ピアノソナタ第5番などにその傾向が顕著である。作品は、ブニックで一部が閲覧可能。現在は、ジョセフ・シリンガー、ヨゼフ・マルクスの全ピアノ作品演奏など、ピアノ音楽史の知られざる、鉱脈を高次元の演奏で紹介するプロジェクトも、進行中である。ありがとうございます。